お疲れチャンスラです。今日ですね、こちら鬼外役ミラーデッキやっていきたいと思います。さあこちらですね、もう昔から存在するなんて言うんだろうね、本当に外役デッキです。まあ、今回ねバランス調整でね鏡がね強化されて2個上のレベルがね登場するというね、もうバグみたいな能力をね得ました。さあなのでマルチだとレベル16、まあ大会とかだとレベル13のユニットを出せるっていうので、まあレベル16のゴブリンバレルとかアウトローは相手のタルババでは死なないので、まあそういったところでも壊れたよね。まあガゴムレ16とかオーブン16とかもう考えるだけでえぐいやんちゅうところで、もうこのデッキは間違いなくね今シーズン厄介なデッキだと思うので、こちらでね今日はやっていきたいと思います。さあということで、ね、よろしくお願いします。ミラーがねいよいよ普通に使われる時代が来るっていう、クララ5年ぐらい、今もう約6年ぐらいなのか、もうすぐですけども、マジで初ですよ。そんな鏡がねすごい流行ることなんて今までなかったので、さあどうしようかな。いやーで今回まあ一応ファイボ型で、ファイボウッド型なんですけど、まあ昔はねロケット型とかやっぱ流行ってたんで、まあそこはまあどっちでもいいのかな。でゴブリンゴルナイはね結構珍しくてわかんないですね。いや暇なんでガゴムレでも添えます。まあここまではね、あーきつね、きついですね。あでこれゴルナイがタワーにダッシュしてからダッシュしなくなるんで、アウトローの出す位置を工夫すれば今みたいな感じでね大丈夫です。さあでこれバレル強いですよ。あっちにウッド使わしてからの、さあこっちに、いやウッド使わないんだ、えっ君もミラー持ち。さあまさかのミラー持ち対決。いやレベル16ゴブリン怖っ。いやでしかも今回の相手クエイクだったんですよね。いやだからクエイクね、やだねクエイクはマジでオーブンハゲるっすね。まあクエイク間違いなく強いんですよね。そのエリポンも強化で、まあ、エリポンミラーが流行ってるっていう地獄の環境なんですけど、まあ、それに対して単純にクエイクじゃないと戦えないっすね。もう本当に。だから呪文は結構一強でクエイクになってますね。まあでもそのクエイクに戦う方法は、まあオーブン逆サイかな。削られても右側に置くぐらいしかないっすね。で、あとデリバリーも持ってたんで、まあでも逆にデリバリーは持ってたけど、ウッド持ってなさそうな顔してるんで、まあゴブリンバレルはちょっと強いかもね。うん、今回の相手には。さあ、で、バレル飛ばして、デリバリー使わしたいな。いや、めっちゃ受けしてくんな。で、デリバリー来るよね。さあ、ミラーガゴムで。でも聞いてください。僕の相手はミラーデリバリーがあるんですよ、これ。いや、ミラーデリバリー来るな。あーたまたま？いや耐えないか。確かに相手のデリバリーもレベル高いもんね。さあということで、あまあでも今回なゴブ取りだからボーラー一生出しとけばきつそうなんですけど、いやこの相手のねねボームートとかさ、この辺がすげえ厄介。まあさすがにガゴ群れちょっと強い。デリバリーで届かない範囲をね仕分ける。いやこれウッドしてもいいな。さあでボーラーで回収しながら、いやボーラーね、いやマジで石ころゲーミングしよう。石ころゲーミングでこれだんだんとね、皆さん気づいてましたか、左側が削れてます。いやーうざいよこれ、うざいな。さあゴブリンバレル飛ばしながら、いやボーラーがいく。いや今回これあるな。いやデリバリーさあ使う。いや流れがいい。いやうまいぞ俺このデッキうまいぞ、もしかして俺。陰キャしよう、陰キャ。陰キャしてこ、陰キャ。いや、マジで。吐きそう、それ。ガチで笑えんすね、今の。なんならもう、クエイククエイク、間空いてクエイククエイクでしばかれそうっすね。なので、僕も攻めます。クエイク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 でしばかれるのはさすがに嫌だ。もう一回デリバリーこれ使うからのこのデリバリーどう？うざくない？でゴブリンバレル、いやー相手も回転早っ。ちょっと待って、
やだ、待って、入る。これファイブミラー、ファイブミラーで落ちる。ちょっと待って、ファイブミラーで落ちる。うわやばくね。まあウッド持ってないからさすがに悪くはないけど、クエイクミラー怖すぎん。いや、行く。でもこれが当たり前になります、今後。まあとはいえ相手もね、必死でしたね。もうクエイクで削るのにね。いや、やばい。でもクエイクミラーだったらさ、マルチだったらどんぐらい削るんだろうね。マジ600近く持ってくるんじゃないですか。さあ、ということで、まあ基本的にはね、もうオーブン置いとけばゲーかな。オーブン置いて、オーブンミラー置いて、まあボール置いて、のんびりしとけばっていう。で、最後の最後には、まあガゴムレミラーとか、まあなんか、ええ感じのミラーで、世界変えたいんよって感じですね。さあ、これ、ラバと同サイドじゃないのはね、オーブン結構渋いですね。まあ、ガゴムレファイボでバルーンとかすぐらいかな。まあ、ラバルなのか、ラバホリなのか、ラバクロなのかっちゅう、ラバクロですね。さあ、ラバクロでもこれ、ファイスピが結構ね、うわ！え！強い。ファイスピがクロンボコボコにしてる。熱っ！いや、でも待って、ファイスピだけでさ、相手のタワー半分ぐらいいってんだけど。さあ、ということで今回の相手はラバクロですね。いやー、レベル16ファイスピーあんまり活躍しねえな。これ飛べてめえら飛べ。いやー、飛ばないやつらか。あー、で守んないタイプでしたね。さあ、守んないタイプらしいんで、僕もね、おとなしくね。あー、エリポンのラバクロなんだね。さあ、エリポン型ラバクロ引きました。ということで、あのエリポンを配布したいけどな、打てないっすよね。これね、えぐいな。もう、守んねえんだな、みんな。クラロワは、最近のクラロワは守んねえんだな。ね、いや、あれはね、打っても意味がないんで打たないっすね。だから、5打ったんで、ガゴムレで、一瞬で溶かすことはできそう。いや、でも、ファイスピ欲しくなるな。さあ、後ろのベビが飛べば、OK、あとは解決。いやー、このオーブンいらんかったな。ね、これもったいなかったっすね。壊されちゃったらもったいない。壊されなかったら全然いい。さあ、ということで、あー、でも壊されましたね。まあ、それぐらいはいいか。さあ、で、これ相手がちょうど攻めたのとタイミングがかぶってダメージが入ると。で、僕はこれ落とせたら、ぶっちゃけバカでかいっすね。てか落とせるな。気合で落とせるっす。さあ、で、オーブン同サイド置きまくって、まあ、あとはもう、貯めるゲームだっけ、これ。どんなゲームだったっけ、これ。ね。貯めるゲームだった気がするんで、まあ、攻めながら、まあ、無視と。さあ、で、アウトロー置いて、まあ、クロネ5ブッパかな。よいしょ。さあ、5ブッパで、もうこうなったら、ご愁傷様です。オーブン、5個ぐらい置いてあげたいね。オーブン一旦ね、貯めてこ。いやー、これちょっとめんどいんだね。ほぼ早めに処理してあげて、アウトロー最強マンジー固め、GG。これ、いやー、絶対これ、相手泣いてるだろうな。いや、えぐいもんね。でさ、コウモリもランバーも咲いたんで、今受けがないんで、飛ばしてあげて、オーブン置いて、もうオーブン固めっすよね。オーブン置いて、ラバ来たら速攻ガゴムレで終わりなんでね、こんな。いや、でも、ああいうの真ん中のほぼさ、めっちゃ働くね。さあ、ファイボか？よいしょ。いや、このオーブンでさ、もうラバを対応できるっていう、やばいよね。さあ、オーブン置いて、もう相手はね、防衛ファイボするしかないっていう。まあ、真ん中ホバがね、厄介っすね、僕は。まあ、相手はこれ一生守んなきゃいけないんだね。さあ、これしばく。いや、これしばけたらもう俺ぶっちゃけ勝ちっすよ。さあ、で、バレル飛ばして。いやー、もう、受けがね、受けは厳しすぎる。さあ、オーブンサーカス。
レッツサーカス、5圏内です。あー5スピが入りました。はい、いやこれでトロ上がる時代です。皆さんもちょっとやってみてね。さあということでね、引き続きねオーブン引きこもりゲーをしたいと思うんですけども、まあタルババが多分ね全体的に減ったかもっすね。もうタル使っても結局処理できないなら使う意味ないじゃんっていう、ゴブリンバレルをね、そうミラーされたら処理できないなら意味ねえじゃんっていうので、まあゴブリンバレル使うぐらい、タルババ使うぐらいならもう使わなくて、それこそボンバーとか、なんだろうね、まあデリバリー入れるとか、なんかユニット入れればいいじゃんっていう、そんな気がねしてます。さあで今回の相手はジャイスケラー、ジャイホグ、エギー、ジャイホグ来た、トレンド新環境トレンドですか。いやでもこの人はねずっとこのなんかすごいデッキを使ってるイメージがある。うん、さあなのでまあ一旦オーブン置いてから考えます。でオーブンもう一回置いてから考えたいな。いやーここにねあれが欲しい、名前忘れた、ボーラー。さあガゴムレでしばいて一体何の呪文が出てくるんだろうっていう。あーネクロか。いやジャイが辛いっすね。ジャイを溶かせない、ジャイ。うん、さあ来るぞ、さあ来た。でまあここはちょっと高めアウトローと低めボーラーでいい感じにね、ちょっといい感じに、いやーいいんじゃない、結構抑えたんじゃない。相手の呪文がねちょっとわかんないですね。おお、ガゴムレ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 、お前らもっと、ああじゃあなんで、じゃあガゴムレじゃない、アウトローガール、ガゴムレ余裕で敵を応援しとる急にやばいな。いやーまあ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 、これは耐えていけばあるんじゃない。いやーこのねー、ホグライダーでオーブンを壊してくるのは嫌だね。ファイブをないことを祈りたいね。16オーブンで圧かけていこう。いやーなさそうだけどね。呪文系となると俺のターンですよ。あ嘘でーす、ありました、しっかり。でもファイブを使って結構これ渋いんじゃないかなと。ファイブまで一緒に行っちゃうかな俺。ピューン。いやネクロ芝居としかったな。いやめっちゃよくね。いやお前もかい君もガゴブレ持ってんのかいって言って持ってた。いや痛い痛いけど、いや結構頑張ってんな。いいね、ウッドがなさそうだねあんた。まあネクロが嫌だね。うん、いやーこのネクロやばいっすね。まあしっかり低めボーラーレベル16で、うわこれ入る、タワーに入るやつ、熱い。でこの辺にアウトロ出してちょっと高めでね圧をかけていきます。うん、いやめっちゃいいガゴムレの位置じゃねこれ。マジで天才って呼んでください。いやーでもネクロ強い、お前。いやめっちゃいいファイボ、いや入る。いやこの後しのげれば、いやなんならファイボ見ろ。いやー渋い。いや待って天才か俺。え、ちょっと誰か天才って呼んで、ちょもう一回耐える。えめっちゃよくない待って待って待って、めっちゃオーブンの使い方うまいんだけど。さあこうなるとスペルで削っていけるな俺。まあ相手もファイブだったんだけど、インキャインキャインキャ、石ころ合戦して、石ころ合戦、石ころ合戦、オーブン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 、石ころ合戦、石ころ合戦、よし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 。でなんならたまに、たまにというかここで神のファイブを添えて、いや神のファイボやばおもろいやんこのデッキね。オーブンミラー、いやオーブンミラーとボーラーミラーとかガゴムレミラー、なんでもまあミラー強いっすね。このデッキはね全てのミラーがいい感じにこう味を出すっすね。さあということで引き続きまたオーブンが欲しい、ミラーも欲しいっすね。
あなたのデッキは一体何だい？トルネ持ち率も高いな。いや、なんか怖いな。ドリルか？さあ、ゴブドリー。で、ゴーストか。いやー、まあ、ゴーストとかね、まあ、アジアチとかがね、このデッキ以外で厄介っすね。受けが少ないんだね。なんか、攻めるっていうよりかは、陰キャ？引きこもり？そういうイメージを持ってもらえると、このデッキは使いやすいかもね。いやー、もうね、結構絶望。これね。さあ、まあ、アジアチャ休養だね。まあ、どんなゴブドリーかっちゅう話ね。まあ、ユーノとか来ると結構ね、渋め。絶対俺の声聞いとるやん。よし。さあ、ボーラー。まあでも相手もこのファイスピの受けはだるそうだけどね。マジアちゃん？あー、ムート、いぐーい、助けてー、誰か。おれ、いや、ユキか、助けてー。いやー、でもなぜかダメージリードは取ってる。いやー、ここコストねえんだよな。マジで相手のあのさ、陸受け系がさ、ガチパリピキチー。やばすぎ。どうする？まあ、一旦考えるな。感じろ。オケ。オーブンだ。一旦ね。一旦冷静にオーブン。いやー、冷静にオーブンだよね、一旦。よしよしよし。いやー、あの、ムートがやばいね。ムートが、意外と。そうなのよ。あの、ムートがね、実はきつかったりするんだよね。いやー、でもいい。それなんか甘えてない？君。でも相手さ、気づきました。スペルが雪玉しかないので、これ、一生分貯めていくと、あの、相手多分ね、びっくりするぐらい血まみれになってます。いや、待って。うわ、やべえ、めっちゃファイスピある。ちょっと待って待って。感動、感動、感動。そんなことに感動すんなやって。やばいやばい。いや、でもなんかね、苦しい。いや、これね、粘りですよ。わかりました。希望はね、粘りです。勝ち筋は、粘ることによってね、見出されます。よしよし。さ、粘ってけ、粘ってけ、粘ってけ。ファイスピ貯めるよ。いっぱい出しちゃうよ、いっぱい。さあ、うざいよ、これ。いやー、うまいな、相手マジアチャの角度が。いやー、なかなかね、ゴブリンバレルのこう飛ばすタイミングっていうのがね、渋いもんで。いやー、受けがうまいな、それもまた。ちょ、オーブン置く場所ね。お前らどけろ。早くどけろ。オーブン置かせろ。やばい、熱々熱々。やつやつやつ、オーブンで全部処理できる。行く。これやばいな。なんか俺の動画見てる人さ、俺のこと嫌いになるよね、こういうの。普通はラツさんなんか最近プレイスタイルキモくないですか、言われそうな。違うねん、違うねん。俺も勝つことに必死やねん。こうやって見ていて、このファイスピでね、ほら相手がどん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 苦しくなっていくね。雪玉っしょ？ってことは2周目のアンバレル？やばくね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 ？アイスピで？いや、もっとフィニッシュ、フィニッシュ見えてる。えぐ！えぐい、えぐい、えぐい。で、ここは冷静にファイボー。で、ガチで冷静すぎる。で、転がす。いや、だめっちゃいい、なんか受け相手。で、冷静にオーブン。いや、これマジで、あの、本当にオーブン置かなきゃ負けるっす。いや、めっちゃ冷静。ガチでやばい。え、しかも、見てこれ。本気。ガチすぎん？いや、来た！ 16 バレルぶっ刺さる！えぐい！いや、相性！相性があるかもしれないけどね。オーブン置いとけばいいんですよ。置いとけばなんとかなるんですよ。わかりましたか、皆さん。いやー、えぐいね。
もうね、普段から格上とかに苦しんでる人はね、もっと苦しみを味わうことになりますね。3つぐらい格上と戦ってますって、じゃあ5個格上来るようになるよっちゅう。いやー、子役の格上とかね、もう地獄ですよ。まあそういうのがね、来ます。皆さんおめでとうございます。いやー、めっちゃいい金ギドやん。いやー、これミラーないの渋いな。ただただキングギドされた人になっちゃう。おー、さあマザネクちゃんはまあボーラーで、よいしょ、石に引かれてちょうだい。いやー、マザネクか。いや、結構珍しいな。しかもマザネクいるのだ。なんだこれ。あ、これでもタワーに入るんだよな、このマジでこの石。あー、ペッカなんだ。いや、強い。さあ、ケツアウトローで、まあ、マザネク型の、あ、これトルネペッカだな。うん、マザネクエリキのトルネペッカじゃないかな。だからトルネ吸引してくるっすよ、ほら。なんか当たった覚えがあるな。さあ、アウトロー出して、おニューです。リニューアルしました。パワーアップしました。レベル16です。おめでとうございます。いや、いいねいいねいいね。硬いじゃん、硬いじゃん。さあ、そしてまあ一息つきたいんだけどね、ちょっと邪魔せんでもらえますか。いや、これボーラーでよかったな。オーブン壊れるのはこれもったいないわ。うん、いや、これボーラーでもよかったんだけどね。なんとなくゴブリンバレル、いや、めっちゃいい。別に悪くない。さあ、ということで、ペッカ工場のトルネマザネク型っていう変態ですね。はい、まあオーブン置いてボーラーミラーして、あの、陰キャしときゃ勝てそうな相手ですね。よし、まあ一つ言うならばペッカがだるい。うん、なんかちっこ受けがないんで、こういうペッカ受けが渋いっすね。しかもダクプリっていうね、ダクプリ嫌いっすね。まあこれは美味しい。ファイブ打ち得。そう、ブーン。まあ、陸がね、アウトローとこのボーラーが鉄壁なので耐えれていく。この辺耐えれたらね、ぶっちゃけ負けはしなさそうなんだけどね。どうだろう、ハシペ、ハシペ来るかなこれ。さあ来た、マザネク。うん、いやー、でこれトルネで手前にしてきそうなんで、裏にするとめっちゃいいっすよ、このコールね。いやー、いい位置のバレル。いや、これもう、もらったもらった。よいしょ。さあ、で、ボーラーの角度で、エレキをしばきながらの、もうアウトロー囲みに行きたい。いやー、シャシャリか？一旦オーブン置こう。あの、皆さん困ったらオーブン置いてから考えてください。これ結構大事。メモ。メモするようなことでもないな。で、オーブン、ガゴムで溶かして、マザネクくるくるファイブって。いや、これはね、空振るとさすがにやばいですけど。いやー、マジでえぐい。オーブンロワイヤルしてる。楽しいなマジで。なんか、あー、わかった、俺なんでこれが楽しいのか。僕、こやこやさ、めっちゃ使ってたんですけど、前シーズンというか、ここ最近、こやこやがね、輝けなかったんですよ。まあ、クエイクがすごすぎて、あと、こやも花宝があって。そうで、こやこやが輝けなくて、今、久しぶりにね、こやこやなんですよ。そう、だから楽しいんだ。そういうことね。久々の子役割にね、ちょっと興奮してます。なるほどね。やべ。これ、空振る。いや、めっちゃいいファイボなんなら、え？プロじゃね？あ、待って、でも めっちゃ下手くそなボーラー。貫通してる。ふふふ。おー、ちょ、歪んでる、歪んでる。地面が。え、何それ、フィーバーしてほしいってこと？フィーバー。あ、待って、ファイボ圏内。ファイボ圏内だけど、せっかくなら、もうちょっと行きたい。おい、いいじゃないのということでね、すごい外役デッキです。なんで、ユニレベあるよって方は、ぜひね、はい、使ってみてください。チャンネル高評価もね、お願いします。では、おつかちんです。またにょん。